こんにちは、RWS ドリブル塾へと群馬支部代表の平浩二です。今日の動画はですね、僕自身5校目となる、埼玉県熊谷校が開校するという動画になっております。で、熊谷校の開校にあたって、無料体験会を2日間やるんですけど、まず 1回目が、10月の9日日曜日で、時間が18時から20時で、場所が行くん熊谷、新しく熊谷市にできたフットサルコートになります。で、2回目が、10月の11日火曜日で、こちらも時間が18時から20時で、場所が先ほどの同じ行くん熊谷で、体験会を行います。で、で詳しい詳細は、概要欄の方にね貼っておくんで、そちらのチェックをお願いいたします。で、この熊谷校開校にあたって、僕も5校目となるんで、たくさんね、いろんなスクール生だったり、単発ドリブル塾でいろんな子供たちをこう見てきたんですけど、スクールに入会するということで、僕の本当に気持ちとしては、スクール生一人一人、子供たち一人一人を本当にうまくさせるように全力で指導させていただきます。で、そんな中で、やっぱりいろんな、お子さんがね、いると思うんですけど、やっぱりこうチームで、監督とかコーチにこう怒られちゃって、自信がなかったり、サッカーに対して自信がなかったり、あんまりサッカーを楽しめてないっていう、子供をね、本当に全力で僕たち RWS ドリブル塾は、サポートしていくので、ぜひよろしくお願いいたします。で、そんな中でこう、ドリブル塾っていう、名前なんで、本当に、ドリブルに関しては本当にもうめちゃめちゃ、ボールの持ち方だったり、ボールの運び方で、判断技術、足元の技術とかも、上がっていくんで、本当そこでね、うまくなってサッカーをより楽しめたらなと思うので、ぜひそちらの、体験会の体験会のご参加もよろしくお願いいたします。で、そこで体験をしていただいて、少しでもね本当にいいと思ったら、僕のスクール生になっていただけたら、絶対にもう僕とやれば絶対変わるんで、ぜひそちらの参加もよろしくお願いいたします。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。